まもなくカセットです。それが一番難しいですよ ね。お名前は佐藤です。信号で左方向、明治通り渋谷方面へ。はーい、お名前は俺だ。これから檜原村に行きますが、まだ、まだ新宿です。東京都だよね。東京都、そうなんです、東京都、なんだっけ、ここら辺東京都のその水がめで、ダムがいっぱいあるの。ダムとかもあるんでしょうね。なるほど。スースーも結構もう慣れちゃって、いろんなパターンがあって、4パターンぐらいあるんですよ。なんでこれ撮ってんの。では今日はその新しいプロジェクトの最初の一歩として乾杯をしたいと思います。はい、じゃあ乾杯。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 老人ホームとか介護施設とか、その考えてダブルひょうことして何かビジョン作れないかなみたいな話はもう結構ね、2年ぐらい前からかな、長かったですね。自分たちが老後になって、ちょっと今のあるような介護施設とか行きたくないよねっていうお話から、岡田さんもご両親の介護をなさったりとか、そういう中で他の方々、介護してる方とのお話を聞いてる中で、まあ自分たちが老後になった時にもっと素敵なアートいっぱいの老後施設に行きたいよねっていう、どんな施設がいいだろうねっていうところから、なんか自分たちで作ると面白いかもねみたいな話、それがなんかちょっとプロジェクトのビジョンとして次のステップがあってもいいかなって言ってたんですけど、意外となんか新規癖みたいに言われて、今一つその反応が悪いというか、うちでやろうよっていうようなあの話に至らず、趣旨としてはそのアーティストの老後の住処について考えていきたいっていうので、今回さっきちょっと年齢の話出てたんですけど、まあ、ちょっといい感じに中年のベテランアーティストを集めて、 いろんな仕事あの一つに、あの例えば、ね、市川さんは特殊照明家であるけれど、馬場さんは絵描きだし、あの緑さんは、まあ、コンテンポラリーアートというか、なんかいろんな立場のアーティスト、今回は性についてもいろんな、感じで、マゼコズビアンさんとか建築に、の仕事というか、そういう世界を知っている方も、今回あえて呼んでいて、バーベキューとお酒で、まあ、ちょっとみんなで楽しくいい気持ちになりつつ、まあ、なんかあの正直なところを、将来に対しての不安とかでもいいし、まあ、実際矢田さんとこの話してると、それ殺し合いとかになるんじゃない、その老人施設みたいなアーティスト同士かみたいな、まあそれ無理なんじゃないみたいな話ももちろん出てもいいと思うし、こう思考実験的には、私たちが80ぐらいになる、例えば 2,30 年後とかを想定して考えるといいかなっていうふうに思ってるんです。 2,30 年後に世の中がどう、ヨボヨボになった時にどうやって幸せに暮らそうかって話でしょ。ゲスの話だから、価値が何だろうとも、そんなの関係ない。そうそうそう、だから僕はね、あの健康である、そう、ね、心と体が健康であること、だから檜、原村に、東急ハンズと北海道を作る。あ、いい。年取ったことに価値を見出す、
仕組みっていうか、形だから、あ、でも人類史上はそういうのありますから、うん、別にあのこれこれね、若い人がいい、ね、いいとか、こうあのね、こうマッチョがいいっていうのは、まあ、うん、アポロン的な考え方だった、もっとディオニソスとか、うん、もっとこうあのジジイ、ね、脳の美学とか、うん、それからあのガムランとかもそうですね。我々は勝ちなのかっていう話です。勝ちなんか誰も言ってないですよ。そんなこと言って一言も言ってないよ。油絵から出身美術家はバブルはあんま関係ない。でもなんかこうやっぱりデザイン系はいろいろね、キラキラするね。秋川アートストリームというので、なんかだってあのストリームなんで、うん、だから秋川といったら、はい、あの隣があきる野市で、川は秋川なんですよ。秋川で杉を植えるのをやめて、楓を植えて、あの見栄えのいい村、見栄えのいい集落にしていこうみたいな。100年後行ってもなんか観光というよりも誇りを持てる。フリーランスとしてやってしまった人は社会保障がやっぱ少ないんで、うん、薄くなっちゃうと、やっぱ周りを考えても、コロナ禍っていうことなのか何なのか知らないけど、50代で編集者とかバタバタお亡くなりになられてるじゃないですか、多分お亡くなりになったのか自分で亡くなったのかみたいな話とかっていう、やっぱそういう部分っていうのがなんかこうないようにしたいっていうのがね、やっぱあって、だとしたらなんかこうで、特にあの我々の世代の特徴は50になっても60になってもね、まだ若いと思ってたりとかするので、うん、そんな生き方っていうもの自体をちゃんとなんかこう支え合って豊かに生きていくっていうふうな形ということでの、うん、なんかこう あのアートの生き方ぞ、うん、っていうのをやっぱこうあのシミュレーション、うん、ダブルヒロコだったらできるんじゃないかなっていう持ちかけだったりとかしたわけなんですよ。僕あの論点が、課題が2つあると思っていて、うん、あのどうやって末期を生きるかっていうのと、うん、どうやってアーティスト死ぬかっていう、うんうん、なんか死に様みたいなことってすごい大事だと思うんですよ、うん、なんかアートってそもそも、うんうん、死んだ後のことを考えて作ってるっていう側面もあるので、とか年取ってどんどん作品が良くなるタイプもいれば、ね、亡くなる直前のが一番いいじゃない、長い棒でこうやって描いてるもんね、あなりたい、かなり具合悪くて、あのジャズのシリーズ、ね、コラージュはなんか描けなくなったから、筆を持つ力がなくなったからコラージュしたら、それが一番代表作ってすごいよ、ね、でもそれってさ、50代ぐらいで言ってしまう、私たちの世代でもそうなんだけど、まあ本当はそうだよね、でも相田さんがね、日曜美術館で言ってたけど、そうみんなそれ目指すけど、99.9% できないっていうね、なんかジレンマはあるけど、でもマティスはとか、でもマティスもやっぱり高齢で支えてるスタッフがいたんだと思うんですよ、だからサポートの女性がねあるわけじゃない、そんな自分で画材買いに行ったとかしてないと思うし、アクトリー性だよ、まあ、それそうでもやっぱりあのこう長い棒でこうチョークで描いてるのとかってやっぱかっこいいよね、かっこいいよね、でもきっと棒ももしかして若い人も僕そうだと思うマティスのスタッフだけど、ここにさ老人のアーティストとかがこう、俺は老人ホームに住んでて、そういう人たちのイヤリングしたりとか、あの助けてあげる代わりに教えてももらうみたいな、あのそういうなんかこう互助作用みたいのが世代を超えた。あと造形にこうもうマイクロバスが夕方になると止まって、うん、バイトいや、うん、バイトで、うん、あのこの檜原村に直行して、うん、ああそれいいっすね。でもね、無作も案外近く、お金だよね、でも問題はお金だよね、あの高級老人ホームだってお金がすごいかかるわけじゃない、まあ、その分をどうあるかで、今考えたのが、うん、老人ホーム、うん、それを経営するのが画商さん、うん、画商さんがやって老人にたくさん絵を描かせる、売れなくてもいいからどんどん前に入れちゃうかもしれないけどね、本当に で、売れなくてもまあいずれ、ひょっとして死んだ後のことを考えて、それがまあそのホームの運営資金になるんですね、だから画商が、画商さんのような心を持った人がそうだね、お金にするのが、お金なんだよね、結局お金が生まれないとやっぱりどんどんこう
もたれ陣ですよね。その点はどうなるのって思ったので、ね、でも。その点、この視点でやっぱ私立になるのよね、プライベートとか。他にするのが上手な人が介在しなきゃいけないんで。ボケてくるとそれができなくなるんですか、ね、だからそれをできる人。けど、あの、恵比寿四日さんが、はいはい、アルツハイマーになってて、うん、で今あの根本圭さんが中心になって、うん、アルツハイマーなのに根本さんあの無理やりというかいろいろ立てて動かしてるよね。もうすぐでも多分現代美術の画廊じゃないのかな、秋をなんとか、なんかまあ、いやギャラリーでどっかで売れてたね、なんか番組で固定やんだよね。ただちょっと危ういネタではあるよね、アルツハイマーの。あのまあ一世を風靡した人にまああの、うん、でもまあ売れるからもう手が動けば欠かせって金になるというのは動くのがすごいと思う。まあね、根本さん、根本圭さんのようなちょっとダークな、うん、ダークなね、あの特殊漫画人ならばあの、ね、許されるけど普通のギャラリストがやったらちょっと叩かれる。やっぱし結局ふるさと東京みたいになってる、うんうんアーティストって多いと思うんですよね、うんうん、なんかそういった時に、うん、なんかその、まあ、単なる介護施設とか老人ホームみたいなことではなくて、うん、なんかね、いられる場所とかがどうやったら作れるんだろうみたいなのがあって、うん、あの服用とか入るの大変だよ。でもさ、岡田さんが今話してるのってすごい最先端の話していて、多分10年後20年後当たり前になってると思うんですよ。僕らが70、80になった時で、その時にどうなってるかっていうシミュレーションをしましょうよって話で、ちょっと話違っちゃうかもしれないんだけど、オランダにあのそのアルツハイマーの人たちのためのビレッジがあって、それでそのなんかあの町全体がそういうあのケアホームというかあの老人介護施設みたくなってて、だから別に無銭飲食しちゃったり何をやってもお店の人たちも全員がそのヘルパーさんとかその介護者だから、全然そのあの何をやっても別に問題がないというか、でそういうのってなんかその家族もだって普通にさ、なんか都会でアルツハイマーの親とかを介護してたら、うん、なんかこう夜徘徊しちゃってどうしようとか、うん、無銭飲食しちゃってどうしようとか、うん、なんかいろいろ悩むわけじゃない、うん、本人もだって全くもってボケてるわけじゃなくて、うん、分かんない部分もあるから、でもそういう境目が分かんない状態ってやっぱり自分も出てくるかもしれないとか思った時に、そういうなんかあの、ただでさえなんかアーティストとして年を取った時に普通の人たちとうまくいかないかもしれないし、なんかその、うん、そういうことも全部受け入れてくれるようななんか町中が何かこう何をやっても驚かれないっていうのを見てる。なんかオランダ結構面白くって、例えばカフェももうチェーン店になってるけども、そのあれですよ、ダウン症の子たちしか雇わないね、カフェとかのチェーン店もあったり、まああの割となんかこう起伏も激しくないし、攻撃でもないし、攻撃的でもないし、とってもあのピースするじゃないですか、ダウン症の子たちね、そういうのもオランダにはありますよね。なんか多分別にお金払ってやるっていうのはあんま一つの決まり事じゃないですか、だけど食べて、こう喋ってとかそういうのってもっと前からその下の層の話じゃないですか、コミュニティとか、だからそこに戻れば、まあ、今のそうお金を払うっていうのは一つの選択の一個に過ぎないっていうか、そういうことは言えるかもね、勝手にこっちが決めたルールだったりすることもあるから、まあいいですよね、そういう、そういうなんか、なんか許し合える、ない、まあ例外とか、そういうものを設ける。でもどうやったらそうなれるんだろう、まあ理想的ですよね、お金的なことで経済的なことで、仕事として盗んじゃっても OK っていうにするには、OK って思うだけでかなりのことが OK になる、うん、気持ちでそうか、あやっちゃいけないとそれがダメとかって、家族も周りも本人もそんなにストレスなく、そこにね、その一つの事件とか行動に対してこんなにガミガミ言うことも意味、でもなんかアーティストのコミュニティもちょっとそういうとこあるじゃないですか、別にどう振る舞ってもそんなに他のコミュニティほどみんなが
何て人だから、ガミガミとか、寄せて人だから、あの人変ねみたいなのはない。そういう感じの。むしろそれが大事っていうかね。かっこいいかっこいいじゃん、万引き。万引きパフォーマンス。スタイルあるかもね、万引きのスタイル。そういう時に一番こう価値として感じることっていうのは逆に何なのかな。それをちゃんと一般の方に理解してもらえるように。その財政のっていうのが、さっきの話はすごくよくわかるんですけど、なんかそこで最終的にこう担保しているものが経済的に、こう後で払われるとかっていうところだと、なんか持続性がないかなみたいな。年取っても与えれるものがあるような気はするんですよね。例えば馬場さんとかが80とかになって余裕になっても、なんか絵の具のこね方とかさ、あの調合の仕方だけ覚えてそうな、まあそういうことってあり得るかもしれないじゃないですか。やっぱりアルツハイマー的なちょっとボケも入ってくるわけだ、その時にそのボケたアーティストが排除されないコミュニティができたら、それを一つのロールモデルになるのかな。そこからでもさ、その建設的になんか、あの人になんかこうクリエイティビティをなんかやれるばっかの老人アーティストばっかじゃないから、そうそう、老人だけじゃなくて、若い人もいろんな人がいるような、そういうビレッジ、そういうビレッジね、であってもいいかなと思いますね。むしろその方が健全だと思います。老人70以上だからここに入る、70で超えなきゃ入れませんとかないですか。そういうことじゃない。アーティストってやっぱり世の中の寄せ人な部分にいるわけだから、その世の中をの社会の中の資本主義の中にいる人に対して、一応俯瞰的にものを見て、こんな風により良い社会ができるんじゃないですかっていう立場だと、昔からアーティストってそういうものだと思ってる。僕も思いますけど、なんかお金をあんまり介在しないコミュニティに出会ったんですよ。大工が得意な人、洋服ができる人っていうのが集まって、私はカーテンをやります、僕はやりますって言って、あんまりお金を介在しない。で、やっぱね、ちょっとこう宗教みたいな。まあでも70年代にね、やっぱそういうのは。ヒッピーみたいな。で、ちょっとあの音楽があって。あれもなんか地域通貨そこの場所のね、そういうこう、だから1000円でも全部に変えられるんじゃなくて、やっぱりその人の技術とか、得意バンクみたいな、なんかありますよね、それね、町おこし。なんか、それぞれ得意なものを銀行に入れる。でも、それで大事なのは、すげえ、なんか、100バンク持ってる人と、3バンクしか持ってない人があんま差が出ないようにしたよね。よく喋る老人っていたりするじゃないですか。で、昔話とか、あれも聞き役がいることって割と大事かなと思ってて、まあそこでクリエイティビティを得る若者もいると思うし、あの結構昔のことってどんどん消えてしまうので、儒教だね、これは儒教の話してますね。そっか、そうでしたね。共同体でこうなんかお金に対して当たり前の価値が返ってくるっていうのと違うこう体験を、それはなんかこう否定すべきことじゃなくて、すごく価値だなっていう。オフビートの。そうですね。それを本当の価値に、お金が発生するような価値にできたらもう価値っていう。だからおじいちゃんとか割と大好きで。なんかね、絵描きの、まあ、めんどくさいじじいとかがいるのはすごいわかるんだけど、でもなんか老害とか言われるのはなんか心が切ない。でもさ、絵描きのおじいさんってかっこいいじゃないですか。かっこいい。もう枯れてれば枯れてるほどキュンキュンしちゃう。かっこいいよね。だからね、ババあれを目指せばいいんだよね。ババこれみんな小児と元気のおばあちゃんに人それぞれで自分の価値観を持てるしかないと思うよ。みんなで元気な場所はえって感じじゃないと思うよ。確かに、やっぱり女性元気がなくなっちゃうと、それ本当最後末期症状ですよ。本当に商店街で最後に行くのは、排除されないように、やば、おばあちゃんが、排除されないように。いや、でもね、それは何でもしないよ。いつまで生きられるか、いつまで優でいられるか、わかりません、これは。ああ、だけどまあ
体の動くうちに自分でまあ自由に好きな家も建てたいし、あ、まあそうね、やっぱり自分で家を建てたり作ったり しながらまあ死んでいければと。死ぬまで生きる、生きる、生ききる精一杯生きる、ギリギリまで生きる、そうやっていきたいですね、僕は。東京 VS 地方 VS 地方、どこか、だから若者 VS 老人、すごく価値のあるところ、価値のないところ、有名、それから VS 有名じゃないもの、そういうふうにこう分けるんじゃなくて、まあ、男性 VS 女性、うん、そういうふうに分けるんじゃなくて、どっちも行き来できるような、まあ、両方共存できるようなものがあってもいいのかな。だから2拠点とか3拠点とか4拠点とか5拠点のそういった住まい方もありえるのかな、うん、それぞれが、まあ、ある種こう自分のことだけを考えてるのかもしれないけど、まあ、なんかそれが、まあ、結果的には街全体とかエリア的な価値みたいなのにこう、まあ、つながることができるような環境なりこうコミュニティっていうのを作ることができたら、まあ、なんかそれはこう存続しうるというか、若い時ほど自分が何者かっていうことにあまりとらわれなくなっていて、なんかアーティストだとかアーティストじゃないとかっていうことよりも、なんかもっと一人の人間として人とどうやって付き合うかとか肩肘張らずに考えられるようになりました。なのでどんどんすごくアーティストとしてっていうそういうプレッシャーもなく楽になると思います。アーティストの老人になって集団で暮らすコミュニティみたいなものを想像してみるっていう、枠組みは面白いと思ってるし、やれやれと思ってますし、矛盾しないんですけど、自分の中では面白いと思ってる、やれやれと思ってる理由こそがこの実際は難しかろうっていう、僕は大体実際は難しいかろうってことを、考えたり思考実験したりするのがアート的なものだと思っていて、苦難にならないかったらちょっとおかしいですよ、これは。いや、なんならちょっと実際的に具体的にもうちょっと実験的に一部 やってみたりして、すごい地獄みたいなのが起きたりするのもいいんじゃ。あ、例えば僕はツイッターとか好きなんですよね。そうそう、僕ね、そうそう、ツイッターがなぜ好きかっていう理由でもあるんですよね。ツイッターもやっぱりこう理想があるわけです。簡単に言うと、みんな一緒に共に生きていこうよみたいな、そしてコミュニケーションをたっぷりやろうよっていうのがツイッターでしょ、みたいな SNS でしょ。だけどいざやると地獄になってるわけじゃない。あのギャップが僕好きなんだよね。OK ブーマーって言葉が結構流行ってると思うんだけど、あれって別になんかなんだろう、老人を、まあ、揶揄してるは揶揄してるんだけど、なんだろう、別になんかそのあり方を別に否定してる言葉でもないんじゃないかなみたいなことをちょっと最近考えてるけど、なんかIt's okay to be boomer って意味なのかもしれないし、みたいな、なんていうの、まあ、でもなんか老害もなんか一つの生き方としてこう認められるようになるといいなと思いました。素敵な車です。近くのケアセンターっていうんですか、介護をやってるところが近所の鉄工所の方と組んで、スタッフで開発した、車椅子で、どんなものが出ているのかなっていうのは、やっぱりちょっと示してあげると、あとモノクロにしてるのは、あれ、家のイメージ。ちょっと、後から見返せるイメージ。あー、
とりあえず一番戦争に向けて一番自分たちがやることは何かみたいな感じでシビアになってた時期もあったんだけど、やっぱりエコノミーを回していかなくちゃいけないし、あの美容とかを整えることで気持ちが全然変わるから、わかりました。ちょっとなんか、はい、あの探して、はい、なんかお願いします。漠然としてますよね。その介護施設みたいな一つの場所なのか、広原村みたいなとこやったら、いろんな家が点在してる、まあ、有名な巨匠建築家いっぱいいますけど、なんか今そのまま図面をどうするかみたいな、どう保管していくかみたいな、いや結構なんか相田さんも実験的にでもやってみて、大変なことが起こると思うけど、大変なこと起こりそうですよね。もうしてるのかしらみたいな、あのなんかインポッシブルアーキテクチャ的な感じになっても全然いいと思うんですよね、こんな建築でもいいのかなみたいな、ただそのくらいの方が面白いのかもしれませんし、間に合えばぜひ本当にあのさーっとしたスケッチとかエスキースで